発言してください。はい、おはようございます。占い師でランダムで2番三がシールと出ております。占い師でランダムで2番三がシールと出て,出ております。えー、そうですね。進行としては、まあ、例のが2人だったら、基本的には、例のローラでいいと思っておりますが。えー、もしかしたえっと、俺が黒を見つけた場合は、えっ、ー、と、まず。 えとそっちの方を釣っていきたいと思っております。レイノが2人出て、まず2戦目の高い方から釣ります。で、芯だと思った方を残し、うん、もし押した、明日俺が黒を見つけた場合は、えーと、その人を釣ってもらえれば、そ,その人が芯レ能ノだったら俺の芯が分かるということなので、えー、とそういう進を取っていきたいと思っております。まあ、村目線はレ能ノロラが安定だと思っておりますが、うん、俺視点は違うということだけ伝えておきます。いいすえー、カルドは、えー、とカルド出てほしいと思っております。以上。完璧だね、6番。 のプレイヤーは発言してください5番さんめっちゃ前万円のみですね <laughs> 6番が占い仕様で5番が白です5番さんが狂人です <laughs> 結構珍しい盤面なので久々にこうグレーから色を探すっていう視点になるかなって思ってますまあ、もしくはレイバイでレバイにしよになる可能性もあるかもしれませんが、うん、僕としては久々にグレーから色を探すっていうのをやってみたいのでちょっと楽しみにしています あとはちょっと雑談になるんですけれども僕人狼スポーツやっていて今日9時から11人村やるって言ってて9時にマッチングをしたらもう始まってました悲しいです7番のプレイヤーは発言してくださいはい5番さんから始まって5、まあ、番さんは占い師自称占い師としてはすごくいい発言になったと思いますうんまあなんか言いたいことを全部言ってくださったって感じかなと思いますで えっと6番さんは5番さんに白出すということで、えー、5番さんは新京と6番さんは新京楼一ってところですねうんうんうんまあ六番さんが強人で5番さんに白出すってことも全然ありえるんで5番さん狂強ロックもちょっと危ういかなと思いますがまあこの後の展開見てしっかりっ決めていったらいいんじゃないかなと思います5番さんまあ進行欄の,の付け加えというか まあしっかり精査してほしいですね。単体精査してほしい。霊能者も含めて単体精査してほしいです。まあ、発言単体で見ると5番さんすごくいい印象かなってところで。まあ、6番さんもリラックスしてるかなって感じで。まあ、フラットなんですけどね。っていうところですね。まあしっかり盤面決まってから発言します。8番のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます。村人陣営ですね。 そうですね。5、6番さんか。5番さん狼ないなと思っちゃったっていうのが第一印象で、まあ、理由は、その黒を打ったところを釣ってほしいっていうのは、強人なら言えるのかなというのが素直な疑問だったので、新郎で追ってそこに6番さんが白を打ったっていう点を含めたら、まあ、初期の段階では正直言って、なんか6番さんの正直新名は、その占い位置からはないのかなっていう感じは。 感じられたというか、五番さんのあの前ノめりの姿勢って強靭なら。そんなマ前のみになるのかなと、正直。思っちゃったっていうのは正直なところなんですけど、違いますかね。うん,うん、で、七番さんはその五、六触れて、まあ、二周目か。まあ、二周目期待してますって形かな、だから。今のところ、五番さんの方が正直、新目かなっていう、まあ2、に、二人目、二人の段階だったなってか。を強靭だったら、前のみにならない。 9番のプレイヤーは発言して,、まあ、言してください、はいりまん。で、5番さん、6番さん、いない把握で、6番さん、5番さん、白だしてるんだけど、強人だった場合、6番さん、強人だった場合っていうのは、強人だったら白とかしたいと思うんです。5, 5に白、5に強人 と6番さんに興だとしたら、どっかにいるご主人様に城を出したいところを5番さんに城を出したっていうのはどうう、うん、教務部じゃないのかなと思って、新郎だとは思っている5番さんに関して、5番さんに関しては進行論をすごい言ってくれたんだけど、ごめん、ほとんど聞こえてなかった。あのっていうのも、俺の耳が追いつかなかった。5番さん、いろいろしゃべってくれたっぽいんだけどね。7、8番さんでもしっかり聞いたみたいで。 七番さん56の、えー、ことを精査してた。でもグレーはいないんで難しいよね。七番さんの精査は難しい。八番さん、七番さん精査はしてたかなっていうところしてたんかな。俺は六五六番さんの話は聞いたけど、七番さん精査はしなかったと八番さんには思ってるけども、どうなんですかね。1番のプレイヤーは発言してくださいお願いします。確かに9番さんは、 いくまあそうだよね強人だったら五番さんにしろ打つかっていうのはあるとは思うんですがだからこその強人かもと思っておりますまだわかんないですけどね六番さんもまだ五番さんのが強人しか言ってないしこれから六番さんがどう立ちんどうこのグレーを精査していくのか そういうので考えていきたいかなと。狂人であればなんか黒い人はあんま釣りに行かないのかなみたいな。そこら辺も6号で考えていきたいかな。正直まだ5、6番さんはわかりません。っていうか5番さんはとても早口だったので、えー、ぜひともあの、ゆっくり喋っていただければなと。姿勢は感じるんですが、<laughs> それがどうかはわかりませんがっていうところ。うん、9番、うん、そうだな。 7 9番さんより8番さんが5番さんをもうなんか信用契したのがなんかするよりなのかなとまあ5番さんはまだ本物か知らないですけど 2>, 2番のプレイヤーは発言してください えー、占いに関してですけど、五番さんっていうのは、えー、22人形だったら、えー、霊能から手をつけるって言ってるんですよね、うん、なのに発言の最後で、狩リウド出てきてほしいって言っている、うんえー、それは五番さん目線の利点としては、占い位置を狭めるだけであって、村視点としては別に霊能から手をつけるんだったら、狩リウド出なくていいと思ってる観点から、ちょっとずれてるなって思いました。 皆さん、6番さんが強人だったらって言ってますけど、6番さんが強人で5番さんに本当に白打ちますかね。6番さんが強人だったらグレーに適当に白を打って、オオカミ囲いたらラッキーっていうようなムーブをすると思いますけど、だからその視点で持ってるのは九番さんだけだったので、ちょっと7番さんと8番さんと1番さん目線が違うかなっていうのが最初の印象です。そうだな、盤面だけ見れば6番さんの方が芯が高いんじゃないかと思ってますね。6番さんがオオカミでも5番さんに白を打てば、グレーに二郎考察を残していかないといけないですよね。 それって結構視点がずれてくると思ってますんで、えー、6万差が本当に5万差に白が出てるんじゃないかと、今のところ1周目の段階で追ってます。で、まだ、えー、霊能も、えー、出てきてないですが、えー、どういう陣形が2周目で出来上がるか分かんないですが、もし2二陣形とかね、霊能から手をつけた方がいいだろうっていう村の進行になった場合に関して言えば、えー、スムラはスムラを透かさないでください。そして狩人は狩人を透かさないでください。このムーブだけはお願いしときますね。 今のところ目線がグレで合ってるのは9番さん。で、1番さんが8番さん,8番さんに対して5番さんにすり寄ってるんじゃないかと言ってましたが、1番の3目線も5、6の精査がついてない上で、8番さんにちょっとそのヘイトの向け方はちょっとおかしいかなと思いましたね。以上です。3番のプレイヤーを発言してください。はい、皆さんおはようございます。3番、工藤花丸と申します。よろしくお願いいたします。霊媒師です。霊媒師を引きました。霊媒師 CO です。 えっと、このまま4番さんが僕の太鼓とか占いの太鼓に出なかった場合っていうのは2、1進行なので、うん、占いの打ち明けがこの盤面だと心境の可能性が高く、僕は狩人を出した方が、えっ、ー、と、確率は上がると思いますね。その、勝つ確率ってやつです。うん、伏せる意味はあんまりないかな。まあ、進行論の違いって言われるのかな。確率では絶対に出た方が得っていうのは確実ですね。うん、まあ、狩人がね、噛まれちゃうっていうことを懸念するんなら。 まあ、また別なんだろうけど、僕は出た方がいいと思いますね。はい。まあ、2番さんの論にも乗りますが、意見の違いが分かれてんなってところですね。僕は8番さんとかとは特に意見合わないなと思ってるんで、進行論の違いでの白黒っていうのは見ませんが <laughs>、発言精査は追いついていません。以上。うん 4番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、おはようございます。僕が本物の占い師で、8番さんがランダムで白です。8番さんが白です。しっかりと把握しておいてください。でそうですね、現状3、1番面なんですらがない限りは、霊能から言ってください。で、5、6の精査に関してですが、うーん、6番オオカミの時に5、白を出すメリットっていうのが、占いを心境に見せたいから。 5番さんが狼で6番狂人の時に5に白を打つメリットが俺ほとんどないと思うんだよね。6番狂人の場合は絶対5に白なんて打たないと思う。だって6番狂人で5に白を打ってしまうと例の2狼が出ることになるから6番目線は例のロラから生きていた預けになってしまうから6番の狂人目がだいぶ薄いと思っていてだから6番狼5番狂人の方で見ている本線は。すらがない限りね。ただ5番狂人でそのうちで出、ね、もうもだいぶ謎なんだよね。 だから僕的に6番狂人で5に白を打つのは霊のオーロラで狼を釣らせてしまうだからそっちはないと思ってるから6番狼5番狂人で追っていて6番の相方位置っていうのは6番がグレーにまだ触れていないことから正直見つかってはいないみんなの触れ方としても6号で比べた時のセンスをそこそこしていてそこはまあ7番356フラットでしょ8番35が新郎が位置だったからそこに6が白を打ってるから5が新名まあこれはすごいね俺もその位置だったらマットのセンスだなと思って俺の白先ではあるんだけど ね、9番さんに関しては、6強靭だとしたら5に白打つか、6は進路8にはな、なそうだね、9番さんが8に7の精査どのって言ったの九9番んも7の精査甘いなと思った。ごめん、正直俺も7番のんの医者まないんだけどね、人に言うんだったら自分も精査すればって思った。1番さんに関しては、8は5、新置きのすり寄りなのかなって言ったんだけど、うん、俺の白先だからあんま触れたくはないんだけどさ、だとしても8番さんの5の新置きっていうのはあれって企画の触れ方だったと思ってるんだ。 そこに関して突っ込んでる一番朝もちょっと謎だった。ごめん、グレーの6の相方正直つかめてない。6五もう一回5番のプレイヤーは発言してくださいどうかな。うーん、ストレートに考えるのであるならば、6がオオカミなんだけど、えー、っと、ワンチャン64のローローもあるかなと思っている。えー、この盤面、6が俺に白を打っていて、えー、っと、えー、っと、6四点4が人狼ということになるよね。 64の朗朗であるならば4に黒結果が落ちクロスとさせれてかつ6の新名が上がることから64の朗ロ,ロっていうのはあるかなとは思っているが、えー、とまだどちらとも判断はつかないかなグレーチで一番気になったというのは1番さんかな1番さんっていうのは8は5に若干すり寄っているって言っていきながら1番さん自身は6はあえての強靭という判定を下しているつまり6が強靭と置くのであるならば俺が真ということになる自分もその発言にはちょっと無事を感じたかなと思っているかな 今日は、えー、と盤面的ににななるのかな以上6番のプレイヤーは発言してください。その,の口からしゃべるべきことは4番さんを釣ってくださいということぐらいしかないですね。その他にグレーセーサーをするとすれば、現在、片白状態の8番、2番はどっちも盤面的に白いかなって思っています。えー、まず2番から、んと2番の発言ですね。えー、と5という巨人が2番を囲っている場合、えー あ2番が怪しまれようがなんだろうが、僕を噛むっていうのが一番いいと思うんですよ。なので、2番が盤面上6神目っていう必要は全くないと思うんですよね。2番はめちゃめちゃに僕を叩いて、相方の狼も僕を叩いて、村全体で6神目ないよねなんて話をすることで、6の護衛を外すことができるから、2番が盤面上6神目なんていう必要はないと思ってます。なので、多分囲われてはいない。 で、4という狼が8の相方を囲うかどうかっていうところなんですが、今日仮に4番が釣られてしまった場合、霊媒結果で黒が落ちます。その場合、黒ストップで、えー、次どこ処刑しようかなってなったら、8番って結構フォーカスが当たる位置だと思うんですよね。なので、自分が釣られた時の方を考えて相方を囲うってことは僕はないと思ってます。なので、4の相方が197にいるっていうのが現在の考察ですね。 一九七から、ここの発言からは、ちょっとまだ拾えていないです。四番さんを釣ってください。四番さんが大組として使用した理由ですけれども、えっ、ー、と、三仕様において、三番目に使用した。占い師を釣るっていう村の進行って、なかなかないと思うんですよね。で、四番さんは、今日、自分さえ釣られなければ、新占いに釣り縄を使わせることができるんです。 っていう CEO の仕方かなって思ってますね。で、僕はそうですね。裏、え、な、ー、位置は決まってるんですが、その人が察してくれればいいかなと思います。七番のプレイヤーは発言してください。 そうですね今日は2戦目のところを釣りたいかな個人的には占いを手をつけるのは、まあ、ベストはねクロストだと思うんですけどそれよりも新メがあるのを残したいかなっていうところではありますで5番さんは新えっとね新郎郎をのまでは分かったけど1位がおかしいって言ってましたよね1番さんは別におかしいことは言ってなかったと思うけどね5番さんが新えっと8番さんが5番さん 1>, 1番さんの時点でね。1番さんの時点で8番さんが5番さんにすり寄った。まあ5番さんは真かどうかわからないけどねっていうのは、まあ8六の二狼を見,見ているならば、えー、5が真であることを透けてるからっていう話だったらわかるから、まあ別におかしいことは言ってないし、で、ーローで見てるんだったら、1番さんのことを狂人と見てるとまで言い切ってもいいんじゃないかなと思ったから、なんだろうなっていうところ。で、4番さんに関してはね、もうグレーにヘイト散らかしまくりすぎ。 めちゃくちゃ散らかしまくってたよね。だから、新郎々でもすご納得だなとは思った。で、6番さんに関しては、えっと、4発の囲いはね、まあ納得ではあるし、うーんと、新郎々、新郎々で5番さんに白だし、うーん。そうね、個人的にはね、強陣で対抗に白を出すっていう方が、なんか割と納得なんだけどね、そうではないのかな、8番さんは。 うーんちょっと定まってはないけどまあでもえっと今日は4から釣りたいかなまあなんかあのヘイトのばらまき方がねどうもやっぱオオカミ見えちゃったかなっていうところで5番さんに関してと意見がちょっと弱いかな主張は良かったけどいの結論に至るまでがちょっと弱かったかなってところから456の順に攻めに見てる4行く。8番のプレイヤーは 発言してくださいそうですね。七番さんは、締めの低いところから釣るっていうんだったら、僕は五番さんからだと思ってしまったっていうのは、そのところで、五番さん、新郎郎っていや、なくないですかあるんですかね、そんなこと。狼そんなことします,ますと思ったし、やっぱり、どっちも狼に置くっていう視点がわからないし、<laughs> 五番さん目線、じゃあ、どっち強人で置いてるのと思っちゃうもんな。うん、普通に考えたら 4万んだよね。あ、オオカさん万3オオカミの多いよね、普通だったら。何も変わらず、新郎楼を追うっていうのは、どっちがオオカミか分からない強靭かなと思ってるんですけど、ダメですかね、ごま確かに、さマまさんの色が見えるっていうのは一番ベストですけど、色が、黒が見えるっていうのは一番ベストな見解だと思うけど、まあ、黒つる、黒つるって言っても4、4万6さんどっちか僕は正直分かってないですけどね。うん。ただ、4万んっていうのは、僕むちゃくちゃ、 フォローしてくれたんで、どうしても <laughs>。なんかね、新名に見えちゃうっていうのは正直なところなんですよね。うん。<ー>僕今日、五番さんから釣りたいな。五番さんの黒もワンちゃん。まあ、ないかな。わかんないけどさ。五番さんから釣りたいって、五番さんの新名が一番ないなと思ったんですけどね。うん。うん、グレーの中だったら。うん、なんて、九番さんは、その。 七番さん一応僕は西目市で期待してますっていう一応精査をしたつもりで、9番さんはだって七番対一西目次第なんでしょうん、話をもうちょっとしっかり、5番さん、まあ、聞いてほしいなっていうのは正直なところでしたかね。うん。1番さんは、うん、まあ、するように見えたんやったらしゃあないけど、普通に精査したつもりだった。ごめんなさい、僕の視点が多分ずれてたんかな。グレーは、ごめんなさい、わかんない。9番のプレイヤーは、 発言してください新ロ々では追ってないです。新郎強だと思ってる。で、かつ4番んはオオカミで俺は追ってる。逆に新ロ々だった場合ってのは4番さんはオオカミで出,れない出ないと思う。だから新ロ々じゃん。新京郎だと思ってて、ざっくりと4番さオオカミに6番ん新五強とかかなって思ってて、4枚方8かなとか思っちゃってはいる。<laughs> 適当だなぁ。<laughs> でもね、新郎だとしたら出ないと思う。四番さんがオカミだと、新郎だとしたら、サンさ,さんがあの盤面で、えー、レバイシ,シー使用した後、占いで出ないと思うんだよね。でもね、四番さん俺黒いと思う。7番線でくれたけどね、グレーの黒塗りが激しすぎる、うん。発言だけ聞いても、まあ、四番さんの二周目は聞いてないけども、4、5、6だと俺、四番さんの新目がな,ないと思ってるかな。で、さっきも言ったけど、6番さん今日は終えないから5にしろとしてるところ、今のところはね、って感じです。一番のプレイヤーは、 発言してください。うんあれ俺だけかな四番さんなんか霊能から釣れみたいな言ってない霊能から言ってほしいって言ってなかったそれ俺だけかな白漏かななんか恥ずかしくなってきちゃったしかもこれは別にだからといってこれがなんか狼なのかそんなのっていうのもわかんないんだけどあれ俺だけだったかな緊張してるのかなと思っちゃったけどなんかみなさんの意見が結構バラバラだなと四番さんはでもあれかな 二戦目の位置なのかなと思ってます。馬を錯そうしてる。私は、えー、4番さん強人、えー、6番さんオカミなのかなとも思っております。えー、5番さんがそんな新老楼で追ったのは別になんだろうな。そんな深追いしてるのになんかそこで、すみません、7、8、9番さんあたり新老楼を追うのがおかしいみたいに言ってるけど、5番さんそんな新老楼を追ってたかな。いいなんかそれを二戦目に上げてるのを風に聞こえました。純粋に。 2番さんは白く思うのですが、4番さんはまあ狂人では置いてるんですが、4番さんはしかもそんなに平等ばらまいてたかな ?4 番さんは1級謎ぐらいじゃなかったかななんかおかしいな。8番さんはとても焦ってるように感じた。だから4狂人で8囲えてるのかなとも。 ワンンチャン、ね、グレーわ分かんない分かんない。なんか、発言が一般してないね、うんなな。何が言いたいんだみんな4番さんに行くのかなでも私はでも6番さんに見てる。4番さんの意見を聞かないと分かんないけどね。だから私は6番さんから聞きたい。以上です。2>, 2番、のプレイヤーは発言してくれ、はい。はっきり言って全然分かんないですね。えー。 <で>ね、占い師の精査すると怪しい発言があったなっていうのは4番さんだけで4番さんっていうのは自分の城崎の八幡さんを精査しようとしたところが怪しかったですねだから1番さんが4番さん強人で出てきたって言ってますけど強、えー、人で出てくるって言ったらもうちょっと自分釣り3一番面なんで自分が釣られてもいいような考察すると思ってますその割には4番さんって指名勝ち取りに来てますよねだから、えー、真かろうだと思ってる でも怪しい発言があったから、新名を取りに来たローの可能性が高いと思って、自分は4番さんに行きたいんですが、えー、もし4番さんに行った場合に黒が出た場合っていうのは、えー、相方8番はないと思っている。えー、なぜなら4番さんが黒であって8番さんが黒の場合っていうのは、えー、8番さんの精査は絶対しないと思っているから。かな で、ヨンさんは別にヘイトをばらまいてないようには思ったので、その考察をした7番さんもちょっとよくわかんなかったですね。キューバーさんは全くわかんない、わかんない。で、グレーの精査もしてないのもわかんない。ねえー、一番さんはーバーさんを、ヨンさんを巨人に見たのがわかんない。だから本当にわかんないです。全然。どこがラストウルスなのかも。全然わかってない。普通に新郎強だと思ってますが。 やっぱり7番さんが4番さんヘイトボラまいてるって言ったのはちょっと自分目線には気になってるしもう一点5番さんが新老老発言をしたからといって1番さんを強人だとそこまで言い切ってもよかったんじゃないかっていう5番さんへのヘイトの向き方は気になったかなと思って5番さんは可能性の話として言ってるだけのように自分には聞こえたので確実に4と6が狼であって強人がグレーにいるっていうまでは言ってないですよね5番さんの可能性をしてべきでしょう うん、かな一応4番さんの発言聞きますが今のところ4番さんに行きたいと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください初任気局の、えっと、3・1進行なので皆さん思い思いの釣り方っていうのがあるんですね。まあ、黒目を狙って霊媒師に黒を見てもらいたい人あるいは7番さんのように2攻めから釣りたいっていう人こちらもいきます。えっと 釣った色を見て、他の占い師の情報まで落ちるお得な釣り方っていうのは、5番さんか4番さんどっちかかなと思っております。当然ながら5番黒が出れば、チェーンで6番も偽が透ける。4番釣って4番白が出れば、チェーンで6番偽も透ける。6して4黒ですか、ね、4回じゃな,いかな、うん、だから、例外結構生かそうと思ってる人がいるならば、4番か5番に票入るのかなと思ってますよ。まあ、5番さんは結構新ローローを 大きめに寄ってたなって僕は思いましたけどね。うん。単純にクロスとさせたくない動きに見えましたが。4番んに関しては、えっと、4番んの目線っていうのは、7から2、この5人、潜伏している5人の中に狩人が1人はいますよね。4番差目線っていうのは、8番以外が狩人である可能性が80%なんです。5分の4なんで。結構高い確率ですよね。その狩人が出れば、初日はまあ狩人うどまれるでしょ そしたら2日目は2個、冷媒結果落とさせないために僕噛むでしょ。カリウイド、冷媒って噛まれるんですよ。4馬さんって最後の位置で3人目使用してるんで、結構芯取りやすくて、3日目まで生き残れる可能性って高いんですよ。4馬さん目線って、例えば7狩りとか出たら、7、8、もう白白だから、9、1、2ってこの3人だけなんですよ。3日目までにあなたとしての黒い血出るでしょ。 どこが黒いとかグレー精査をするより先に狩人を出すべき占い師だと思いますよ、僕は4番さんは。ん今はどう思ってるか分かりませんが、先にグレー精査をしまくってたのは結構違和感ありますけどね、なんとなく 6C には見えてますが、僕はいずれ噛まれる立場なので、あとは村の皆さんの鋭い推理に期待します。4番、4のプレイヤーは発言してください 僕は狩人を出,出す必要がないと思ってる。狩人出てから僕が苦労っても信じづらいでしょう。プラス、六号が苦労った時狩人に当たってくれればハッピーって感じ。どうせ3連画見とかされるんだから。 でもって、自分の白目ではなく、5、6、それぞれ2戦目をいっていきます。5番3強人、6番3狼で追うしてはまだ変わらない。5番3の強人の理由っていうのは、新ン・ロー・ローで追わせる釣られに行くムーブをしているから、新ン・ロー・ローを追わないでしょ。だって普通。それを追うことによって2戦目って言わせて、狼を釣らせないための強人のムーブだと考えている。この盤面新ン・ロー・ローを追ったのはもう一人、7番3んなんだけど、新ン・ロー・ローで俺を狼で追う場合って、4、6の狼ではね、4、5の狼はないじゃん。そしたら6、6、6、6、5、なんだから。4、6、4を叩かないといけない で、僕目線5、6で比べたら6狼のが濃い中で6を叩くでしょう。狼同士のたたになるんで、そこで新ン・ロ・ローを追った7番さんがまず分からなかった。なんでいいじゃん。9番さんはそこの新ン・ロ・ローをしっかり外したところから若干白いかなと思っている。1番さんは4強人の6狼オ狼5新と言ってますが、僕が強人であったら霊能に出るのがだいぶマットなムーブなんですよね。 そこでわけわからないことって1番さんも若干怪しい。2番さんに関しては6の相方1であった場合っていうのは5が2に白を出していることから6番さんが出なくても2は囲われている状態。そこで6番さんの出るメリットが薄い。だから2位が自然と外れる。2位キロがちょっと外れてきて今7位1のどっちかで迷ってる状態です。うん、ぐらい。だいぶまっとうの精査はしたつもり6の相方は7か1にいると思っている。今の発言を聞いても俺が怪しいと思うのってだいぶ困る。で3人目、僕がオオカミで出たって。 強人で出たいろんな話出てるけど、僕が強人なら霊能に出るし、オオカミだったら潜伏している方が強いってことはしっかり分かるよね。いや、そうでもないでしょ。うん、それを分かってほしい。俺の今の精査はだいぶ真っ当な精査をしたはず。どうかなそうだね。6番の相方1はさっき言った通り、7、1。5番の強人を騒わしんろうろうっていう突拍子もないことにいて釣られようとしたところ。ぐらいです。釣られたくはありません。6番3を釣ってください。投票を始めてください。 よんでくろでそうだけどな4番のプレイヤーが選ばれました4番 のプレイヤーは発言してくださいもし、こんばんは。おはようございますそう。そうですね。釣られちゃったんですが。あーはん。もうきちいなっていうのが正直印象。うーんとりあえず芯が消えてしまっている状態で5番さん狂人の6番さん狼はほぼほぼ確けてると思っています。5狼の6狂人の視点は村の皆さん別に追わなくていいと思っているで。6の相方1として9人は不ってきてと思ってるから7、1。 5、6、釣り切ったのちに、7、1を釣ってください。で、仮に、明日6番さんを釣って、多分黒が出る。まあ、でも、アの噛まれるか。6で黒出るの分かんねえんだよな、多分、無駄って。仮にね、6、黒が分かるような状態があったときは、6番を釣った上で、7、1を釣り切ってほしい。あー、そこで一回ずつと、残った方とでピーピーされんのか。あー、だったら、ローラし切って、7、1で迷ってほしいな。 5番オオカミはほとんど追ってない。オオカミの動きじゃないし、6番がそもそも狂人の動きじゃないから、6番がオオカミで5番が狂人だと思っている。投票が。うんやっぱ俺は他人に一番怪しいと思うよ。ここで6投票でしょ。俺は6に入れてほしいけど、ここって村って5か4なんだよ。絶対情報が落ちるところから。僕はもちろん釣られたくないけど、5に入れてるのが2、3、8。ほとんど白で見てるとこでしょ ?2 番なんて。 まあわかんないよ。5、6、7、9が僕でしょ ?5、6はまあ人外だとして、7、9。まあ9は白いと思ってるけど、あー7が順当に進化しに来たが、1が6とのラインを消したがだと思ってるから、どっちかをしっかり寄って、明日の霊能結果で俺は絶対白出るから、俺が白出たら強人じゃないのは絶対わかるでしょカリドは絶対3番を超えして、無駄なグッジも狙わなくていい。以上。お願いします。 夜が来ました。目を閉じてください。 黄色が出るかな。白ならいやでも絶対シーンは追えないけどな。 朝が来ました。昨夜は誰も死にません。でした、ね、よかった。変態狩人じゃなくて。二番。のプレイヤーは発してください。四黒。四黒。ちょっと待ってくださいよ。ユーカリ。ええ、つ。ツ,ツキス。ピカさん。カリ。カリで三声。 <黒>えー、で4で黒が落ちてて、うん、もうグレー詰めていいんじゃないですかね4黒だったんだったら6番さんどこ行ってんだろう6番さんは2が白あ俺白えー、っとじゃあもうクロストでグレー詰めません、うんえー、5番さんが1に黒打ってる 5が真,5が真6強の可能性もあるんですよね、5が真6強の可能性もある、5番さんが強人だった場合っていうのは、狩、え、人、ー、が潜っている状態、もしくはグレーに相方がいる状態で、えー、5番3目線は4か6にご主人がいることを分かっていて、えー、4がご主人の可能性もあって、その4が1と7を怪しんでいる。 えー、ところから、えー、5番さんが強人であった場合っていうのは1に黒っていうのは打たない可能性も高いよねだから1番さんの黒っていうのは本当に黒の可能性もあると思ってるかな合ってるかなこの考察が4番が黒で5か6に真がいて6番さんは自分占いで5番さんは1占いで黒出してるカリウッドが潜ってる状態5番さんが強人だった場合っていうのはご主人がいる可能性があるから えー、4がご主人の可能性を考えて、その4が1と7や死んでたから1と7に苦労を出すっていうのは結構勇気がいる行動。うん、だよね。目線は7で終わりか 1>, 1番さん言ってもいいんじゃないかなと思ってますが、どうでしょうか 3>, ?3 番のプレイヤーは発言してください。うん価値確定じゃないですか。カリドの9番は今日6番鉄板越えしてくださいね。今日は1番処刑指定です。1番処刑指定しますよ。うん 1番つって終わらない場合っていうのは5番さんが 100%2000 なので明日は5番さん処刑9番さんは今日6番さんを護衛できますよね護衛必ずしてくださいね6番さんが7番さんか8番さんどちらか占えば別にそれで勝てるんで、うん、2>, 2番隠しろでしょこれ4黒だったんだから56が2ダブル白なんですから2番隠しろなんです1番つって終わらなければ1番も白なんですそしたら5番が偽0なんで明日5番をつるんですその間に9番を6番鉄板合意しとけば6番から7番か8倍の色が落ちるんです そしたら、7番と8番、どっちが残った狼かみか分かるでしょう。それだけです。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい、3番が言ったとりです。お疲れ様でした、えー。もう一番さん自爆しちゃっていいと思ってます。えーもうかえー、とそもそも,も、この、えー、と一番を取った瞬間、試合が終わるので、終わらないなんてことはありえません。もう一番さんのクルーズを曲げる必要はないと思っております。試合が終わるので。 えさっき3番が言った通り、今日一1番を釣らずにいつするのかっていう話、1番を釣って試合が終了します。もうこっそりい,いらないと思っております。お疲れ様でした。6番のプレイヤーは発言してください。いや、絶対おかしいと思うんですよね。4番のオオカミで使用するのがものすごく不思議で、うん、オオカミで使用して釣られたなら、占いにかみ通すのかなって思ったんだけどすごく不思議だなって思いますね。うん。いや五番さん。 強人なのに一に黒を打つんですね。いやそこ絶対黒じゃないですかだって。ああ四番さんなんで狼で出てきたんでしょうね。い七番のプレイヤーは発言してください。もう言うことないですね。昨日昨日えっと一塁でいいですね今日はね。 4番さんの話をまあ死んだ後ですけどしますとやっぱえっと新郎ロー,ローで折った7が黒いって言ったんですよもうこれ4釣りでよかったでしょ昨日だってだって新郎ロー,ローを折った新郎ロー,ローで折って7 6七の二カミ見てるって言ったんですよどういうことですか4六は別に新郎ロー,ローでやり合っても別にそれは新郎ロー,ローの作戦だから別にいいでしょどっちかが釣れればいいんだからってとこだよねであとはえっと わ私を黒で見るんだったら6番さんに,に対してもヘイトを向けてることでね、新郎郎だったら。やっぱおかしいよね。うん、な7をヒットで上げたのがまずおかしいってところ。で、1番さんに関しては4強人っていう見方がよくわからないね。うん、ヘイトばらまいてたって言って、まあ、無理やり6に釣り誘導してたから1黒を納得はしたかな。以上。8番、のプレイヤーは発言してください。いやー <laughs> まさん黒やったか村の皆さん本当にありがとうございます4さんつられてよかったと思ってます僕がポンコツでしたごめんなさい今日1さん投票でお願いします9番のプレイヤーは発言してください三番さん頭いいってか6番さん強靭を終えてなかった4番さん黒っていうのは昨日の発言的に明らかだったからでも4番さん黒絶対欲しいと思ってそうだった場合3番さん亀以外オオカミの勝ちすじゃないと思っただから三番さん守ったんですよ なるほど。いや6番さん強人ではかっつかんから勉強になります。そういうこともそういうこともあるんだなって勉強になりました1番さんと言います。あのなんか皆さん私オカミって思ってませんですかなんでこうすなすな私あの白なんですよ。あのなんでですねあの5番さんが強人なんですよ4黒出てるんで。 あの私を白で置いたときのあのあむ話を最後まで30分後しっかり5番さんを強人で考えるでしょ6番さんは死んなのになんか1黒ですって言ってたでしょおし目線もういっか <laughs> う<ー>んうんふんハリウッドしよう 投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ一黒で終わるんじゃないかな一番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了 うん、村人の勝ちですおおよそ合ってましたね僕今日はないっていうのもやっぱ思考ロックでしたね全然白出すよねお疲れ様でしたいい試合でしたね まあ4番を釣ったのが良かったですね僕も投票したけどうん GG4 シーだと思ってた自分のことを擁護してくれたからって言ったもんね えと <laughs> やっぱり 6, 6番さんが5番さんに白を、強靭で白を打ってきたのが悪手やったかなとは思いましたね。いやというより、俺は思ったのが、まあ、そうそなぜ真ドローを打ったかっていうと、えーっとえー、っと <laughs> 4番さんっていうのは、えー、っと6番さんが真であった場合に、5強、自分が狼ということを自白している状況下において、6番が5番に白を打っている状況下において、わざわざ使用してきたっていう。 ちょっと狼、ちょっとな、謎を使用だったかなと思って、で、であるならば、えっ、ー、と、4番さんが狂人ってことになるんだけど、えー、4番さんが狂人で使用するということは、6番さんが狼で5番、5番が真だった場合の状況下において、えっ、ー、と、6番の狼を自分の白結果において潰しに来ているという状況下。だから、だから、64のロー,ローっていうのが一番しっくりきちゃたんですよ。64のロー,ローで、えっ、ー、と、4番に黒結果を落とし、えっ、ー、と、6番の新名を上げ、 適当に黒塗りできそうな村人に黒を打つことによって、えー、狼の8筋があるのかなと思ったんですけど、えっ、ー、と4番さんっていうのは6番が死んだ場合、自分が狼だということを自白している状況下において、わざわざ使用してきたっていう状況ですよね。今の状況だからあまりにも不自然だなと思って。いや、だからそうだから5番さんと7番さんが新ロールを追ってるのは全くおかしくないんだけど、もうそれを死ぬ気で叩いて。何だったら新ロールを見てくれと。 そう見てくれたら、まだわずかながら勝ち筋あるんじゃないかと思ったんですよ、僕は。でも、うこんだけパッション見せたら、多分俺は6に入れるけど、ワンチャン5番さんちょっと強示目見られたんで、5番に票流れてくれないかなと思ったんですけど、まあ、あと1票だったんですよね。ローロー単純にあの僕が、僕が片代の8番に関しての考察をしたのがめちゃくちゃ頭悪かったんで、もうそれが敗因としか言いようがないんで1、一番本当ごめんね。いやめっ、めっちゃめちゃうかったです。いやだって1番さんって。 えっと、8番の狂要素として、5番にすり寄ってたこと,ところが怪しいという視点が持っていたのにもかかわらず、1番さんは最終的に、えっと、6番が、なんか、六番が人狼、4番が狂人、5番が死んだというコーストを落としていて、なんか言ってることが初心と全く打って変わっているぞと思って、うん。いや、あと、えいや、ちょっとまって。カリウドも結局、4番さん入れてなかったですからね。 そうですね、ワンチャンあったんですけどね、まあ単純に、まあそうですね、僕がいろいろミスりましたね。ごめんね、一番、まあ、でも、たぶんあそこね、占い勘んじゃえば、占い結果信じられなくな,くなってきて、みんなは使ってくれるから、い占いいっちゃってもよかったかもしれないと思った。ごめん、私が言うのはあれなんですけど、ちょ4番さんがたぶんみんなさん目線、黒く思われてたから、ワンチャン占い守られちゃうかなと思って、ちょっと、例のいっちゃいました。最後にそれで例のにいっちゃいました。 うん、あまあ確かにね話し合いでめちゃくちゃ俺黒く見られてたもんねただあの最後表割れてくれたからさ多分ギリギリまで分かんないっていう感覚だったと思うんだ,だまあまあね、まあ、結果論よなごめんねありがとうございましたいい試合でしたね